着物でお出かけ。スイスのリートベルク美術館、ヨーロッパ最大の着物展、着物京都トゥキャットウォークがロンドンから始まり、今はスイスに来ています。着物ジェネレーターとか面白いものもありました。馴染みがなくても着物に親しめる面白い取り組みですね。着物リボーンでは現代の人気の作家さんたちの作品がずらりと並んでいます。レムネ玉尾さんやローブジャポニカさん、イロカさん、ヨルミロックさんなど、毎年どの浴衣にしようと悩んじゃうような人気の着物ブランドたちが勢ぞろい。ヨーロッパを巡回しているこちらの展示は、実際の着物の他に写真や映像で歴史、技法など様々な形で着物を紹介しています。ミュージアムショップにも日本の可愛いものが並んでいました。スイスは物価が高いからめっちゃ高かったけど、海外での着物広がると嬉しいですね。